子供の頃ね、その小学生の多分低学年中学年の頃に蛇捕まえてね、はい、生きてる近所に結構いたんですよ、はい、普通の毒がない蛇が、普通のっていうか、まあどこにでもいる蛇なんだけども、はい、生きた蛇をまず捕まえて、ゴムの、おもちゃの蛇を持って、はい、でうちの母ちゃん、母親が蛇が大嫌いだっての知ってたわけ、知ってたんだけど、こう後ろにこうやって隠して手で、うん、母ちゃん母ちゃんこれ見てっつってベッてこう両方出した、生きてる蛇とゴムの蛇どっちが本物って思うって言おうと言い切ろうとしたその途中に激しいビンタをされて捨ててこんねーって言われてあ、ここは冗談通じないんだな、この領域は冗談通じない領域なんだなと思って本物の蛇触れるってすごいですよね。昔は俺何でも触ってたんだよね。でもいっぱい飼ってたもん、ハムスターもハツカネズミも飼ってたし、はい、でセミを幼虫から飼えそうとしたり、でもあんま幼虫からサナギまでは行くんだけど、サナギから飼えないんだよね、なかなかね。あとサンショウウオがいて、はい、大サンショウウオじゃないよ、普通のサンショウウオ捕まえて帰ってきて卵を産んでたよ。あのほら半透明の管みたいなやつに黒い点々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 、あれバケツで買ったりね、何でも買ってたの昔。もう今はもう何にも触れないもう怖くても何にも触れない、もう虫がいたらまずスタッフに触ってもらって安全を確認して、噛まない、匂いを出さない、もう完全なるセーフティーな状態を確認して初めてちょんちょんとするぐらい、もう今はもうできない、今はですね。うん、蚊とかもいっぱい刺されてたんでしょうね昔ね。刺されてたと、いや今も蚊も刺されるっちゃいるけど、蚊に刺された跡が消えないじゃん、年取ると、はい、代謝が落ちるから。そうですね、もうそういうの嫌なんだよね、治りが悪いのが治りが悪いんだよ。